はい、はい、今日はシミケンさんと対談させていただいたんですけども今回の動画はシミケンさん、今就活生向けの動画をアップしてまして、はい、普段なんか企業に訪問して面接を受けさせていただくっていうのが結構あって、今回はシミケンさんに面接をしていただけたらなって。何の面接？シミケンさんのお弟子さんというか、じゃあもう合格本当ですか？僕人の目見て喋る人好きだから、あ、うん、目見て喋った方がいい、うん、合格。あと姿勢いい人も好きだから合格。面接とかはしたことは結構あります？あるある。男優オーディションとかさ。男優オーディションだからとか、まあ面接っていうのはあれかもしれないけど、まあ審査員みたいなのとかね。そういう時にどういった点を見られるんですか？ね、一番は、はい、自分自身にインタビューをちゃんとしてるかどうかですね。うん、自己分析がしっかりしてる。そう、自分をどれだけ知ってるかっていうの、うんうん、例えば、はい、じゃあもう始めさせていただきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。はい、金沢大学3年の福田俊と言います。うん、で、普段は大学での活動以外に、YouTube 活動をしてまして、で今、どういう動画を上げてるかと言いますと、うん、就活生向けに動画をアップしてまして、うん、例えば企業に訪問して社長さんにインタビューしたりとか、うん、人事の方にお話を伺って、うん、本音で分かる就活チャンネルみたいな感じで、綺麗事じゃない本音の部分を知るっていう、うん、なるほど。よし、じゃあここで、僕はアドバイスしてていいの？はい、これ素晴らしい。だから多分何回も聞かれてるんだと思うのね、うん、自己紹介お願いします。だから自分がパッていう自己紹介を用意できてるから、これは素晴らしいことなんだけども、はい、あまりにもこう慣れすぎちゃってる感がある。俺だったらその YouTube 活動の1個前に人が興味を引く就職語をつけるの。絶対に皆さんが聞きたくなる YouTube 活動を今やっております、よろしくお願いしますっていうと、面接官はん、それちなみにどういうやつを上げてるのっていうふうに聞くから、今自分で最初から俺が1言ったのに3ぐらいの答え返してくれた。ここはね、同じぐらいの、はい、割合であった。俺は1やったら1返す。で、その返す中でこっちが興味を引くワードを入れ込むの。俺だったら、男優歴21年、経験人数1万人、見た目だけで名機と分かります。AV内の締め切り。見た目だけで名機、いやいや、ちょっとツッコミで面白いますっつって。まだ1万人ですかとか、そういうふうな掛け合いになってくる。でも今は一方通行になっちゃってるから。確かに。俺が置いてきぼりになってる感じ。じゃあそこは1個ね。はい、はい、趣味は何ですか？趣味は僕本当に面白くない人間って思われるかもしれないですけど、もう趣味はもう本当に YouTube 活動で24時間をほぼ YouTube に費やしてます。ああそうですか、はい、これも就職ね、就職をつけなくていいでしょ。面白くない、面白いか面白くないかっていうのは、はい、俺の感じる感覚。ああ確かに YouTube を24時間やっております。もうこの一言に尽きるのは、24時間やってんのってなるかな。これはもう掛け合いだよね。就職後つけるポイントとつけないポイントを間違えてるっていう。そうだね、うん、興味の引く就職後だったらつけるべきなんだけど、はい、自分をこう卑下するとかちょっと謙遜の就職後は面接の時は必要ないかもしれない、はい、うん、それは自信のなさとかで取れるかもしれない。一発勝負だな。なるほど、24時間を YouTube に費やしてます。あ、それいいね。24時間寝てないのってなるもん、寝てないのってなるもんね。そうですね、うん、そこからやっぱ話を組み立てていくからね。はい、好きな芸能人とかっているんですか？あ、好きな芸能人はたくさんいるんですけど、うん、まあ、芸能人っていうよりは僕ショールームの、うん、社長の前田裕二さんが好きです。あ、そう、これもですよ。これもごめんね、大丈夫なんだけど、はい、これはもう愛を持って言いますけど、はい、人との受け答えするときに、はい、じゃあ好きな芸能人はって言ったときに、今答えが出るまでの前振りが長かった。そうですね。なんだけどショールームの前田さんです。まず最初に答えを言う、聞かれたことに対して答えを言って、はい、その好きな理由をその後に付け加える。なるほど。これはもう鉄則、こうトークの掛け合いの鉄則で、うん、まず答えから、まず答え、それに対する理由は後から。じゃあ俺もう一回言うよ。はい、好きな芸能人はショールームの前田裕二さんです。おお、それなんで？人生の称賛っていう本を一度、うん、1年前ぐらいに読みまして、うん、それでめちゃくちゃ感動して泣いた経験があって、そこから好きになりました。うん、なるほど。それは
どういう本でどこに感動してどこで泣いたんですか？とショールームの前田裕二さんは小さい頃にその親御さんを亡くされた経験があって自分で稼がなきゃいけないっていうので弾き語りの経験からショールームっていうサービスを立ち上げたんですけど、と僕ももともと逆境からその反骨精神でのし上がるっていうのが結構あの自分の人生の境遇としてあってそれにすごい共感したっていう部分とちゃんと逆境から成功されているっていうサクセスストーリーをに感動しました。なるほど、はい、で自分がこう成功するにあたって持ってる武器って何ですか？と僕の武器は行動力だと思っています。なるほど、はい、具体的に今までどんな行動を起こしてきましたか？そうですね、YouTube を大学2年の時から始めて今1年ちょっと経つんですけど、ほぼ毎日動画を上げるっていうのと、インタビュー動画を結構主に上げてるんですけど、大体1ヶ月でほぼ毎日どこかの企業に行って動画を撮っています。その東京であろうと大阪であろうとっていう、はい、いいね、素晴らしい。それはもうすごくいい受け答えでした。 ありがとうございます。でも自分にしかない武器、行動力って言いましたけど、はい、行動力ある人に世の中溢れてますけども、そこで差をつけていくとしたらどういうところで差をつけていきますか？と僕の差別化はと共感っていうところにあると思っていて、と突出した個性がないので、その成長していく過程を見せていけたらいいなと思ってて、でその普通の大学生だけどその後天的な努力で成長していくっていう部分のストーリーを見せていきたいなと思うので、と差別化っていう他と違う点はもう普通すぎるっていう何の個性もないっていうのが逆に個性かなって。ああそうだね、無個性が個性の時もあるもんね、はい、じゃあ今まで人生で言われて嬉しかった言葉。あなるほど、なるほど、じゃあなるほど、一番嬉しかったことですかね、一番嬉しかった言葉、好きって言われたらやっぱ嬉しいですね。ああ好き好きな人から好きって言われた時が一番嬉しいです、いい言葉だよね、はい、もうそれはもうすごい大事な言葉で、例えばよくあるのは、はい、女の子でさ髪型変えたのっつって、似合ってるっていうシリーズ、似合ってるだと飛び抜けないんだよね、うわその髪型俺超好きっていう、やっぱり人って似合ってるとかいいねって言われるよりも僕が好きだっていう気持ちを出した方がいいからね、うわその髪型超好き俺っつってめっちゃ可愛いじゃんって言うとやっぱり喜ぶよね。好きって言葉は本当にいいと思います。シミケンさんは逆にそのどういったことが言われたら嬉しいですか？手何本あるのとかね。マニアックだな。まああのね、僕の言葉で救われたとかね、元気もらいましたってのは嬉しいよね。好きな食べ物は？好きな食べ物はオムライスです。おお、どこのオムライスが好きなの？と石川県にある石川県の東茶屋街という場所があるんですけど、の一番県というお店のオムライスです。はい。ああ一番県のオムライスか。はい、一番家のお前それ好きだなっていうんだったら僕が食べたくなるような、はい、ちょっと食レポちょっとでもいい、ちょっとでもいい、とどこが違うのその一番家は他の甘いです。はい甘いな、だって普通なんかね甘いっていうのないけども、はい、甘さの中に優しさがすごくあります。はい、僕はね、この世で一番うめ、全世界で一番美味しいと思うラーメンがあって、それ愛媛県、はい、氷田、はい、ところのラーメン、うん、はい、愛媛の、俺今月もそのラーメン食いんだけど愛媛に行く、そのラーメンも甘いんだよ。あそうね、でもね俺最初これ甘いってどういうことって思ったんだけど、はい、うまいんだよね。意外性の中に何このうまさって思って、やっぱ優しい感じもするからね。あっさり系とこってり系だとあっさり系に入るんですか、ね、なんかこうあってりっていうの、あっさりしてるんだけどこってりしてるっていう、味がしっかりしてるからあってりっていう感じの、でも甘いラーメン評価特技ってあるんですか？特技は、コツコツやることが得意です。おー、いいね。コツコツやる、なんか、じゃあ自分が毎日コツコツやってることは YouTube 以外なんかあるんですか？あ、YouTube 以外ですと、ショールームっていうライブ配信を毎日やってます。やってるの？はい。ショールームやってて良かったことと、はい、一番印象に残ってることと、ショールームをやってすごい良かったなって思うことは、視聴者とのリアルタイムでコミュニケーションが取れるので、めちゃめちゃ仲良くなるんですよね。で、一番ショールームのいいポイントは視聴者同士がすごく仲良くなるんですよね。おー、なるほどね、はい、で、名前とか誕生日とかも僕そのノートに取って全部暗記して、で、本当に友達感覚になるので、その見てくれる人たちが実際にイベントを手伝ってくれたりとか、国会を主催してくれたりとかっていう深いコミュニケーション、素晴らしい。今後どういうお
大人になりたいですか？今後は、まあ、YouTube は今その社会に対してインパクトを与え続けれる表現者になるっていうのが、うん、僕の将来の夢にあって、うん、そのためにその表現者っていうのはその YouTuber としてのタレント活動っていうよりは自分が作るサービスとか作品とかが多くの人に渡ってその人たちの人生がいい方向に向いたらいいなと思うのでその手段が今 YouTube なんですけど今は、経営者として自分の事業を成功させたいというか軌道に乗らすのが一番の近い未来の目標です。うん、なるほど、はい、わかりました。以上、面接終わりです。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。合格です。本当ですか？はい、熱意がやっぱ伝わってきたんで、はい、ありがとうございます。はい、言葉の喋り方がつら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 、抑揚がない、抑揚がないから、はい、自分がやっぱアピールしたい言葉は前後はこう、はい、ゆっくり喋る、前後をゆっくり、あ、その喋りたいところはゆっくり喋る、うん、例えば、皆さん普段見ている空って青いですよね、あれなんで空が青いと思いますかとか、普通だったらもうこうやってつらつらって言っちゃうんだけど、はい、皆さんはなんで空が青いか知ってますかとかね、引き込まれますよね。そうそう、すっごい意外な現象で青く見えてるんですよとかね、なんかそういう人が引き込まれるワードとゆっくり喋ってる、はい、ゆっくり喋って印象付けるっていうのがいいかもしれないね。つら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 って言っちゃうからちょっとつる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 って言っちゃうけど、うん、確かに抑揚をつけて、抑揚とゆっくりっていうのはすごい。そうですね、うん、逆にシミケンさんが今お仕事をされてて、うん、なんかこういう人が欲しいなと思う時ってありますか？元気で笑顔の人です。元気で笑顔の人、あ、だから俺は好きだよ。 ありがとうございます、うん、やっぱ笑顔があるところに人は集まるからね。笑顔で元気っていうのは、うん、まあ、まずそいつにはある、はい、のと、この人は何を求めてるのかっていうのを常に考えて、うん、相手に対する想像力、うん、まあそうだね、うん、あと常にメモしてて、はい、情報はこう収集していようっていう姿勢もあるし、うんうん、あとね、明るく元気で、ツッコミができるっていう、ああ、そうそうそう、はい、なるほど、そういった人材、人がやっぱいいなって思う、ね、あ、まあ可愛がられるよね、うん、やっぱ人間同士、人間関係で気づいてるから可愛げがあるってのはすごく大事だと思うね。わかります、はい、ちょっと今後のに生かさせていただきます。勉強になります、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな